もご視聴ありがとうございます。クイックアートの東京ショールームの飛山恭平です。今日の動画はクイックアートの新企画のご案内をします。イラストレーター様応援企画になります。趣旨としましてはイラストレーター様のお仕事を応援する企画になります。クイックアート、そしてこの自分で作るというところでですね、イラストレーターの方、デザイナーの方、クリエイターの方、いろいろな呼び方がありますが、こういったデザインをされる方というのはまさに自分で作るということをされてらっしゃるんですね。で、そういった方をですね、常々応援したいなというふうに個人的にずっと思っておりました。こういった、イラストレーターというですね、ちょっと呼び方にさせていただくんですが、イラストレーターの方はですね、SNS などでですね、ファンを増やし、またはお仕事の実績を積み重ねて、お仕事、グッズの販売につなげていらっしゃいます。そして、デザインフェスタやクリエイターエキスポなどのですね、展示会やですね、そういったものをイベントに出展させられて、それで営業をですね、されてお仕事をつなげていってるんですが、そういった出るという機会もですね、なかなか、安くない、高いものもあるかなと思うんですね、出展費用が。そういった展示会やイベントになりますと、その時に出会った方としかですね、ちょっと出会えないというですね、そういったデメリットもございまして、弊社がですね、そのホームページをですね、イラストレーターの方をですね、ご紹介させていただいて、そういったお仕事を発注したい方とのですね、そういった駆け足になればいいなと思いまして、今回この企画を、スタートいたしました。この企画でですね、一つ目はですね、発注者の方とですね、こういったイラストレーターの方のお仕事を、その発注、受注にそういったつながる機会、そういったプラットフォームを作っていければと思います。この URL はですね、コメント欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。今回ですね、この動画を見てほしい方というのはですね、デザイナー、イラストレーター、クリエイターの方、デザインが自分で作れない方、デザイナーの方に発注したい方になります。今回、後ろにあるのはですね、この前のデザインフェスタで4名の方ですね、知り合わせていただきまして、その4名の方はですね、ちょっとご紹介させていただきます。5月20日に東京であったデザインフェスタで知り合った若手のイラストレーターの方です。SNS ですね、もうコメント欄に記載していますので、ぜひですね、関心のあった方はご覧ください。では、どうぞ。最初にご案内するのが、こちら、マヤモン様のデザインです。こちらですね、クイックアートを抜き入れ転写しタイプ C、シルトナープリントでですね、トートバッグにプリントしてみたイラストです。バンタンデザイン研究所卒のイラストレーター様で、可愛い動物からアニメのイラストまで幅広く描かれています。インスタグラムやツイッターでですね、お問い合わせすることができます。コメント欄にそれはですね、皆さん記載しています。このようなですね、デザイン書かれていらっしゃいます。なのでですね、今からご紹介される方も含めてなんですが、こういったイラストをですね、使って、商用利用したいというですね、企業様というかですね、ですね、ぜひ発注されたい方はですね、直接お問い合わせをしてください。そして次がですね、ゆずは高村様です。こちらですね、クイックアートの白トナープリント、タイプ W で、ポリエステルのオレンジにプリントしたものです。少しですね、物憂げな雰囲気で女性らしい柔らかしさを感じさせてくれるイラストレーター様だと思っています。こちらですね、インスタグラムなんですね、このようにですね、イラストございます。結構頻繁に更新されていらっしゃると思います。ぜひ企業様のですね、発注、ご依頼などを待っていらっしゃると思いますので、ご関心のある方はですね、ぜひページ覗いてみてください。そしてこれがですね、アルマジロピピピ様のですね、デザインです。いろいろな宇宙人の絵を描いていらっしゃるイラストレーター様です。ポップな色使いが特徴的だと思います。こちらクイックアートですね、小型 DTF プリンターの WIP シリーズでプリントしたものになります。このようなですね、デザインを書かれていらっしゃいます。ポップな感じですよね。ご関心のあるですね、企業様はぜひですね、SNS なので、お問い合わせしてください。そして最後にですね、こちら322様になります。ミニ2様ですね。目が特徴的な女の子を描いているイラストレーター様です。近未来的なニュアンスから特徴的ですね。こちら、インクジェットプリンターのですね、家庭用の洗濯に強いアイロンプリントシートで作っています。こちらですね。SNS はこういったイラストがございます。こちら、同じくなるんですが、ご関心のある方はですね、お問い合わせをしてください。
かがでしたでしょうか。まあ皆さんですね、ちょっと、はい、ご案内が簡潔になっていますが、はい、ご関心のある方はですね、ぜひ SNS でですね、ご覧ください。そしてお仕事の発注、まあ、商用料ですね、されたい方は直接ですね、はい、イラストレーター様にお問い合わせください。もちろんなんですが、無断での商用利用は絶対禁止ですので、ご注意ください。まあ、そしてですね、はい、募集になるんですが、クイックアートのこのイラストレーター様応援企画に募集されたいですね、イラストレーターの方はですね、まあ、お仕事の受注、ファンを増やしたい方ですね、お気軽にですね、コメント欄から募集ください。また、はい、その、E メールもございますので、そちらからお問い合わせください。まあ、クイックアートとしてはですね、今まで、まあ、こういったプリント機器、プリント資材の販売で、デザイナーの方にですね、非常にお役に立っていただいて、はい、感謝してるんですが、その恩返しとしてですね、そしてまた、当社の認知が広がればと思いまして、はい、こちら企画をしています。なので、参加は無料になっています。まあ、当社のですね、はい、このいただいたデザインでの商用利用というのも、基本的にホームページでのご紹介に留めています。まあ、展示会などで飾るかもしれませんが、はい、そのあたりも本当に限定的になっています。まあ、弊社のですね、ホームページで、こういった企業様がですね、はい、展示会などで見てですね、はい、頼みたいデザイナーの方っていうのをですね、まあ、この弊社の URL を見れるようにしたいと思います。はい、これから中長期的にですね、この企画を盛り上げていって、何かデザイナー、イラストレーター様の方とですね、波及効果が広がればいいと思っております。ご不明点やご質問点をお気軽にお問い合わせください。今回もどうもご視聴ありがとうございました。